はいえー、日本と、えー、オーストラリアですね、日豪防衛協力協会ということで、えー、記事になっております、読んでいきましょう。<laughs> えー、日豪両政府が自衛隊とオーストラリア軍の相互訪問に関する円滑化協定に署名したことで両国の防衛協力をさらに強化する措置が整ったこれまでは共同訓練や人道支援災害救助など友好、えー、関係の深化を目指す活動が中心となっていたが日本側には中国の脅威を踏まえオーストラリアの地政学上の利点を活用した戦略的な協力を求める声もあるということです。はい <laughs> 円滑化協定はオーストラリア軍が日本国内で活動する際や自衛隊がオーストラリアで活動する際の課税免除や法的地位を定めるこれまで総合訪問のたびに両国間で調整していたため準備に時間がかかっていた今後は共同訓練や災害救助などが迅速に行える日本側担当者は1000人2000人の大規模なオペレーションも推進が可能になると語る 日豪円滑化協定の署名と今回の会談により日豪関係が一層飛躍していくと確信している、えー、岸田首相は6日のモリソン首相との会談でこう強調した両政府は今後具体的な防衛協力の在り方を協議し安全保障協力に関する共同宣言をまとめる方針、はい、ちょっとここからが重要なんですけども日本とオーストラリアってこれ距離的にはかなりありますよね、まあ、あの <laughs> 軽度は同じぐらい日本の真下 オ、えーストラリアにオーストラリアがあるわけなんですけどもそれにしても,もう南半球ですからね結構離れてますよねはいでそんなオーストラリアは日本にとって地政学上どんな意味があるのかということをここをちょっと押さえておきたいんですよね、えー、続き読んでいきましょう日本側にはオーストラリアの地のりを生かした協力への期待もある 中国は射程1500キロ超のトンフ 21D や約4000キロのトンフ26など中距離ミサイルを大量配備しており日本列島を射程に収めているこれに対しオーストラリアはほぼ射程圏外にあり自衛隊の戦闘機 F35 など高価な装備をオーストラリアに訓練などで展開することで仮に有事となった場合でも戦闘初期の打撃を回避できるというわけだとそうなんですね。 うん、日豪間では令和元年にオーストラリア空軍の FA18 戦闘機が北海道の千,あ千歳基地を拠点に航空自衛隊戦闘機と共同訓練を行っているが戦闘機部隊の相互訪問は実績に乏しい。 防衛省関係者は戦闘機を持っていくとなれば手続きも煩雑になると説明するが円滑化協定が発行すれば柔軟な運用が可能となる政府は年末に国家安保戦略など戦略三文書の協定を控えており日後協力の強化を踏み込んだ防衛体制の構築も考えられるということですねはいちょっとここでですね皆さんこれあ、これ、産経新聞なんですけれども産経新聞のですね、えー、これ地図を見ていただきたいんですね。<laughs> はいここに <laughs> まあ、日本があってオーストラリアがありますね、えー、第一列島線第二列島線ということなんですけども、えー、中国の東フ 21D と東フ26それぞれの射程距離をここに書いてあるんですね東、えー、フ 21D というのはまさにこう日本を狙って というか日本全体を射程に入れたものなんですね。えー、で、トンフ26っていうのはもうちょっと射程距離が長いんですけどもそれでもオーストラリアのまあちょっと一部化するぐらいですけどもオーストラリアは射程圏内に入っていないわけですよね。えーでこれあの えー、戦闘初期の打撃を回避っていう記事がありましたけれども、えー、もし本当にね日本と中国がぶつかるようなことが起きるとすると、えー、中国は圧倒的火力を持ってまず第一撃でもって自衛隊の、えー、戦力の多くを、ねえー、使用不能にするっていうことを、えー、まあ普通考えるわけですよ、えー、ちょこちょこ始めてね自衛隊が全部元気のまま立ち向かってくるよりもまずせーのでダーンと自衛隊基地を攻撃して自衛隊装備をかなり破壊するっていうそこから と、はい、いうね、えー、そういうことをまあ考えてくる可能性が高いわけなんですけどもいざ中国との、えー、戦争が始まるかという段階になったらもしね、オーストラリアとそういう貿易協力がしっかりできていたら一応、名目上訓練という名目で F35 とかね、えー、そういう、い、えー、まあ 全通艦艦の、えー、護衛艦とかに、えー、積んでですねオーストラリアに行って共同訓練をするという名目で、えー、それなりの艦隊、えー、それからあの飛行機を、えー、戦闘機をオーストラリアに一旦置いて、えー、初期の打撃からあの逃れるというね。 <coughs> そういうようなあのこともできるんじゃないかだからもともと中国とオーストラリアはかなり親密な関係でしたからね、まあ、近年、急に、えーえー、中央関係がです、ね、悪化したわけなんですねですから中国はオーストラリアを射程に入れるというそういう戦略を取っていなかったわけですからそこら辺の空間といいますかそこを上手に使えればいいのではないかということですね。のあの 東部26の射程圏内に完全に入っているわけですよ。えですから当然、ですねグアムにそれなりの兵力が戦力があった場合中国がドーンとグアムにですね初期攻撃をかけてくる可能性もあるわけなんですよねですから中国からの,あの中距離ミサイルが届かないというところが重要なわけですね。ね、はいまあ、そんなわけで えー、日本とオーストラリアかなり距離は離れているんですけれども、えー、お互い、ねえーにえー、プラスに使える、えー、そういう保管、ね、し合えるそういう,うところですね、はいまあ、最近、日豪関係非常にです、ね、急速にです、ねあのー、発展してきていますのでこれをしっかりと温めていきたいですね。私はももう以前から言ってる子ですけども、えー、日米 そこにですね、オーストラリア、カナダというね、ニュージーランドも加えてこの6カ国,です、ね、この6カ国は非常にこの,あの価値観をですね、同じくしていますので、えー、この6か6カ国がしっかりと連携すれば そ,れはそ,んじゅそこらんのことでですねひっくり返ることはないですからやっぱりこういう時にえまあこのファイブ・アイズに日本を入れてシックス・アイズという,ふうに私よく言ってますけどももうはっきり言ってですねもう国連なんかねえ国際紛争を解決することに関しては何の役にも立ちませんし中国とかねロシアが入ってますからねえ彼らが拒否権を持ってたら全然話になりませんし G7 もですねえなんか中国のねえなんか資金にジャブジャブつけられているような国も入って ますからほとんど G7 はですね、えー、ほぼ何の役にも立ってないですよそうしたらもうですね今あるファイブ・アイズつまりアメリカにイギリスそこにオーストラリアとカナダとニュージーランドですねこのファイブ・アイズというね、えー、グループがありますのでそこに日本を加えて SixEyes という,、ねまあ、もうこれでもいいんじゃないかなと思ってますからね、えーまあ、日米関係非常に良好ですし日豪関係も非常に良いと、えー、さらに言えば日英関係も、えー、特にいいですよね。やっぱほら敵敵の敵は味方とということ もありましやっぱりイギリスはです、ね、やっぱ軸足をアジアの方に置いていくそしてやっぱりどうしても日本との,あの信頼できるパートナーシップとしてはやっぱり日本が最良だということになるわけですよねはいなので、まあ、私がずっと言い続けてきている SIXEYES 日本加盟までやっていただきたいですし私は日英同盟も結んでほしいと思うんですよねはいというわけで日豪関係ね <laughs>、えー これからちょっとね、期待できそうな感じがいたします。